巨階級を主流に任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセイントアイオリアだった。沙織をアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが四死球を通ろうとする聖夜に容赦のない一撃を叩き込む。その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく殺気に満ち溢れていた。俺はこの四死球を守護するのが役目。誰だろうと通すわけにはいかん。まだ何を言っているんだ。俺たちは一刻も早く中二球を突破しなくちゃいけないんだ。どい、この四死球を通ろうとする者は誰であろうとレオのアイオリアが殺す。一体何があったんだアイオリア。貴様と話し合うつもりなどない。ここまで攻撃してもまだ目が覚めないだなんて。教えてくれアイオリア、一体何があったんだ。お前には関係のないことだ。行くぞ。聖夜、死の覚悟はできたか。俺は沙織お嬢さんを救うまでは死ねないんだ。この大事なお嬢さんとやらの道連れにしてやる。受けよ獅子の牙を。くそ、まだまだ沙織の死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことだ。こうなら遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。行くぜアイオリア。終わった、こっちだぜ。さあ、ライトニングボルト。よしボルト。なんだあの冷酷な目は。なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。行くぞ。聖夜、お前は気づくまい。これで終わりだ。全自由を兼ね備えたセイントの鏡のような男アイオリア だが今のアイオリアから感じるのはセイントの鏡どころか悪鬼。敵を殺すことしか考えていない悪鬼のようだ。死ね、セイヤ。待て、セイヤの命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは上皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。時計カシオス、お前ごとき増評に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまではならば死ね。な、何バカな。カシオス、なぜ。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え、その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとってそれは一番辛いことなんでな。別にお前のためにやったんじゃない。カシオス、俺にとっての女神とはその人のことなのだ。
邪魔するな。二人まとめてあの世に送ってやる。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないっていうのか。もう無用、これで最後だ。ライトニングプラズマ、アイオリアに負けんと戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。もう一度俺に光を見せてくれ。行くぞ。ライトニングボルトを見極めることができたんだ。このままいけば奇跡を起こせる。甘いわ、せいや。コスモが光る、たまたま見えただけの。それで全コスモを集中して放つ。今こそ燃え上がれ。俺のコスモが見えるか。せいやよ、このライトニングプラズマは1秒間に1億発もの剣が駆け巡るのだ。これが俺の燃えろ、俺のコスモよ。ペガサス水星剣。せいや、よし、俺がこの三口割りで訓練を投げ出そうとしたとき、せいや、生まれや育ちは関係ない。重要なのは自分の腕とコスモ。そう教えてくれたのはあんただ、アイオリア。あの言葉がなければセイントに俺はセイントにはならなかった。希望を持ち続ければ奇跡を起こせる。そうあんたが教えてくれた。あんたが目覚めるまで俺は戦い続ける。このペガサスのクロスで。ペガサス流星剣。ペガサス流星剣。これで終わりだ。目覚めろ、正義の使。アイオリア。せいや、俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろ。カシオス、今手当てしてやるからな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫か、セイヤ。セイヤ、カシオス、お前の命決して無駄にはしないぞ。アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいる全ての者は生き絶えるのだ。